どうもシャペンです。今回は、はい、ホムラビとチンコンクエストというものが始まりまして、あ、ここ、こういうところにあるんだ。まあ、3種類クエストがあるんですよね。で、まあ、下から難しくなっていくというか、まあ、この出現率が、いわゆる難易度なんですよね。まず、これやってみるか。で、このホムラビと30体倒すと、報酬もらえるよって1日1回。あ、アナスでもいいな。ルシンしようとしたけど、アナスでいっか。一応穴、レザバリあってもいいように、行ったらくルシン入れて。これのドロ率が良かったら別にここ周回してもいいんですよね。ここが一番簡単なんで。どんぐらいもらえるか。あ、ケンディンだ。あ、ホムラビトいる。とりあえず1体ここで倒せるんかな。ケンディンやってくるか。あ、全然やるかい。さすがに。どやらかいっすね。さすがレベル1。あ、めっちゃ出てくる。あ、でもレザバリだ、危ね。よかったらし入れといて。まあでもこれ、ケンリン関係ないぐらい柔らかいっすね。こりゃアナスでも何でも、ござれたな。いや、普通に結構出てくんじゃん。確かに公式の画像もあれ6体ぐらい落ちてるというか、倒してたんで、ワンチャンここ周回が楽って説もある。あ、ここでもゲージ多い。ちゃんと3ゲージある。ここ一体換算なのか？これボスとして、あ、雑魚人間ね。ここはでもランダムっぽいな。まさかこれ今運いい割と運いいのかな。もうこれ周回してみて分かりそうですけど、ここはいない。あ、これなんか出そうだな。下運が良かったら、まあさすが最低難易度って感じありますね。これで何体だ今。数がちょっとこれ分かんねえから、ちょうど6とか7とかいったかな。道中で2体いたし。121。あ、6体だ。これで、いいんですね。25個。まあじゃあ中難易度やってみるか。順番に。ってことは、上の難易度マジで10体とか出そうだな。1回2回やったら終わんじゃないですか。原則壁。まあこれでしょう。その属性は関係ないと思うんだよね。属性縛ってくるのは今日の夜の。ショーだと思うんで。ガリガリ闇属性。どうですか？ああ、で、ちょっとちゃんとし、ああ、でも、すでに2体いる。あ、しかも、シャカシャカか。関係ないかない。あ、関係ねえ。何も関係なかった。暴力。あ、めっちゃ出てくる。あ、全然日にならないですね。でも、これ、ああ、もう更新された。ここ、こっちだな。もう X でバリバリ攻略。まあ X でこんだけ通ってるし、他のキャラクターでも全然原則壁展開されてないから、多分政宗初手でやるのもありそうだし。しかもこれ10体ぐらいいそうだな。1回で10体ぐらい処理できそうだし、うん、絶対こうなんか2体は出てくれてる感じあるね。うん、楽。これでメダルとかもらえてるんかな。結構副産物とかあんまりなさそうですからね。本当30体倒してあの報酬もらおうっていうだけだったんで、意外とやることがね少ないんですよね。なんならこのホムラビトを倒したらなんかアイテムドロップして、そのアイテムとアイテム引き換えられるみたいな、そういうシステムあってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、意外とシンプルなんですよね今回は。い、まあ、そんなに、まあ、中難易度とはいえあんま変わんないっすね。恐竜城ゴリ押し可能って感じで、最後はちょっとちゃんとギミックも登場していて、別に上にやる難易度はあんまりないかもしんないな。メリットというか、あ、もう10体だもんね。で最後がこれね、ちゃんとギミックが用意されてるんですよね。重力ワープ、ブロックで貫通制限、弱点移動のギミックもあるよっていう。一旦ちょっとちゃんとやってみるか。ラプラス使いたいんですよね。本当はギミック対応してるのはメイメイなんですよ。ブロック対応もしてるっていう。まあでもさすがにそれ3種ギミックじゃないと思うかね。びっくりマークもないんで。この時は天草なんですけど。あー。はいはいはい。あ、ちゃんと、あ、ちゃんとしてそう。ちゃんとしてそう。あ、ユージ入ってるわ。これは正宗が、あ、じゃあ、天草が強い。ちゃんとしてるんかな。おお、オールホムラビト。
いやでもちゃんとしてないか別に対応していたら OK か。あ、綺麗3方向めっちゃ綺麗だった今。ここも別に大丈夫そうだな。もちろんだけどめっちゃ出てますね。正宗ゴリ押しできないかな。ちょっと制限邪魔すぎるか。弱点移動は、あ、またボス戦からか、結局。めっちゃこれ綺麗だな、三方向追撃の赤と青。友情がめちゃくちゃに入ってますね、これ、天草の。いや、でも遅いんではな、ちょっとコネクト解放しようかなと思ったけど、もうちょい前にすりゃよかった。いや、今のところは、まだここもっと楽になるパーティーあるかもしれないな。チューナー移動を3回クリアで、あ、違う。ここも別に楽だな、でも。で、そんな今、これいっぱい出てきてたかな。15体とか行くんかな。2回クリアで OK みたいな。ここ、雑魚にいないもんな。ここ2回と、ここ2回かチューナー移動3回かって選択肢になってくんのか。これでも違うパーティーありそうだな。まあ別にこれでもいけるけども。これで何体だ？あ、15体。やっぱそうなってるっぽいな。高難易度が多分2回やったら終わる。中難易度が3回やったら終わる。で、低難易度が5体でしたっけ？ 6 体でしたっけ？ 5 回やったら終わんねんかな。確率とは言うもの多分それ決まってそうだな。で、なんなら全てやることによってもらえるんだ。ちょうど30体になって。確定ではないですけど。あと、この報酬の受け取りはご注意ください。毎回受け取らないといけないんで。受け取らないとなんなら次に進めないっていう。そうですね。このミッションがまた変わるんで。これを毎日やっていこうという感じですね。さすがに硬いけど、ゴリ押しできそうだな。まあ、道中の制限邪魔すぎるけど、一応、正宗ゴリ押しも可能そうですね。まあ、ということで、これでまあ、確定じゃないけど、またこれ15体だったら多分固定になってるはずなんだよな。でもそういうコンセプトだと思うんですよね。押せ押せ。まあ、とりあえずどのクエストも3種類ありますけども、めちゃくちゃ難しいというわけではなく、まあ、低難易度、中難易度に関しては、もう友情でのゴリ押しが、なんなら主流ぐらいの感じですね。いろいろギミック置いてありますけども、高難易度ちょっとこれ、あれですけども、まあ、順当に天草めっちゃ強いですし、ちょっと時間かかるけど、正宗のゴリ押しも可能っていう。で、あとは、この、またやっぱ15体ですね。多分、固定されているこのホムラビトの数は確率とはいうものの、15体、10体、6体だと思うんで、まあ、高難易度は1日2回やりゃいい。で、中難易度は多分1日3回やりゃいい。で、これは5回になりますね。まあ、それに応じて、まあ、自分のできるところで毎日30体倒していって、で、しっかりアイテムも、このミッションからなんで受け取りは忘れずにやっていきましょう。ということで、よかったらコメントから皆さんの、クリアパーティーとかお待ちしております。あと、1000円チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もしご視聴ありますんで、よろしくお願いします。ご意見もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。ほんまでなら。